トマーシュ・ガラーセクは、チェコフリーデクミイステク出身の、元同国代表サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションは、MF、DF。攻守のバランスに優れたボランチ。危機察知能力が高く、的確なポジショニングで、相手の攻撃を食い止め、前線にボールを展開する。また、 強力で精度の高いミドルシュートも持っている。代表歴としては1995年にフル代表デビュー。しかしながらメジャーな大会に出場を果たしたのはユーロ2004が最初であった。2006フィーファワールドカップではキャプテンを務める。ユーロ2008において代表引退を表明していたが、その幕引きはトルコ戦2点差をひっくり返されての逆転負けという、 結果に終わった。ボルシア・メンヒー・エングラート・バフ派対談後の2009年9月、バイエルン・リーガの FSV アランゲンブルックに移籍する。2011から12シーズンには同クラブのアシスタントコーチに就任した。2013から14シーズンより2年間、1FC シュバインフルト例後のアシスタントコーチを務める。2015年6月18日、 SPVGGSV バイデンの監督に、招聘された。ありがとうございます。